シーに展開する第38任務部隊第38任務部隊及び第58任務部隊とは第2次世界大戦においてアメリカ海軍が主力にした空母部隊第38任務部隊と第58任務部隊は同一部隊であるが名称は第3艦隊所属の場合に第38任務部隊第5艦隊所属の場合に 第58任務部隊と変更された。1943年8月、空母、サラトガを中心として、フレデリック・シャーマン少将の指揮下で、第38任務部隊が誕生した。1943年末、2つのタスクグループで、ブーゲンウィル島の攻略に従事。1944年1月6日、マーク・ミッチャー中将の指揮下で初めて第58、 任務部隊の名称が使用された。同年初旬、3つのタスクグループで、ギルバートマーシャル攻略に従事時、トラックパラオ空襲に10九1944年6月、4つのタスクグループで、マリアナ攻略に10九1944年8月26日、第38任務部隊として、ウィリアム・ハルゼー大将の指揮する第3艦隊に所属した。同年末、 4つのタスクグループでレてテ島、ルソン島攻略に十字、台湾、南西諸島空襲に十字。日本が第38任務部隊と第58任務部隊が同一であると認識したのは1944年10月、初旬のことで11日に軍令部情報部が各課に対して伝達した。その内容は九月にフィリピンに来襲したのは 第3艦隊所属の 38TF であるとして、同 TF は正規空母2隻、巡洋艦改造空母2隻を中心とする空母軍の4軍をもって編成されていること、空母総数は正規空母8隻、巡洋艦改造空母8から10隻がアメリカ海軍の全力であること、38TF と 58TF の実態は同一部隊であり、所属艦隊に応じて、 部隊番号が変更されること、この部隊の背後に人員機材補充用の護衛空母が2から3隻、追伴していることを知らせるものであった。1945年1月26日、第58任務部隊に変更。5つのタスクグループで洋島沖縄攻略に10時、日本本土空襲に10時。1945年5月25日、 第38任務部隊に変更。9月2日まで存続した。ありがとうございます。